ゲオルク・ドナトゥス・フォン・ヘッセン・ダルム・シュタットは、ドイツ・ヘッセン大公国の大公子、お及び、ヘッセン大公家課長。全名は、ゲオルク・ドナトゥス・ビルヘルム・ニコラウス・エドワルト・ハインリヒ、カール。ゲオルク・ドナトゥスは、ヘッセン大公、エルン・ストルート・ビヒと、その2番目の妻でゾルムス・ホーエン・ゾルムス・リヒ公、ヘルマンの娘であるエレオノーレの間に長男として、生まれた。 ゲオルクは1931年2月2日にギリシャ王子アンドレアスの娘セシリアと結婚しマニにナ一条を設けた。ゲオルク・ドナトゥスは1937年5月1日に妻と一緒にナチス党に入党した。1937年10月9日に父エルンストルートビヒが死ぬとゲオルク・ドナトゥスはヘッセン対抗家課長となった。 その1ヶ月後の11月16日、弟、ルートビヒのロンドンでの結婚式に出席するため、ゲオルク・ドナトゥスは、母と妻と二人の息子、子供たちの乳母、家族の友人と共に、ダルムシュタットで飛行機に搭乗した。ところが、飛行機は、オーステンデ近郊のステーンにある工場の煙突に、激突して、墜落、乗客乗員全員が死亡した。 ゲオルク・ドナッツスの子供の内末娘のヨハンナだけは飛行機に搭乗しなかったため助かったが1939年には随幕炎のために2歳で死亡している飛行機事故で亡くなったヘッセン対抗家の5人の遺骸はダルムシュタットのローゼンヘイ公園にあるエルンストルートビヒ大公の墓所の隣に埋葬された1910年ロシアのマリア王女アナスタシア王女 アレクセイ皇太子と、ありがとうございます。